がすごかったね。あの流暢なあの挨拶、なかなか流暢なリン、おーってなったね。リンゴルを褒め上げてのね、リンゴルフが全て僕のゴルフの言動ですみたいな。そう、びっくりしちゃった、ね、なんか名前とか呼ばれちゃって、ね、僕がゴルフ始めた頃にリンゴルフがスタートをして、まあ、今後もこう発展してなんかゴルファーが増えるみたいな、なんか言ってた。言えないけどほとんど言えてないね今、うん、後で聞こう。いいこと喋ってたなっていう。そうね、いいこと喋ってたよね、うん、なんか聞いちゃったもん。なんか長く感じなかったよね。そうそうそう、なんか言葉が上手いからさ。いるよねそういう人。いるいる。なんかあっという間に終わっちゃった。うん、ナイス。狙い通り。ちょっとここもね、ここもやだね。つま先上がりですね。このあのピンに打ち出していくぐらいのイメージだよね。うんうん、いいと思う。はい。なんか回れそうな気がするぞ。はい、なんか回れそうな気がしたら回っちゃった。力入ってました。はい、締めて。なんか顔もうってなんでなんでた出た。なんか顔見えちゃった。私なってるんだよね顔がなんかうんって食いしばってたよ。あ、うん、あの気持ちは伝わった。うでも今なんか行ける気がしちゃったんだよね。ちょっと行っちゃった、ね、気持ちが強くて過ぎちゃって、うん、ミス。気持ちと体の、あ、行ってる行ってる。あ、ほらめちゃくちゃ行ってるよ。そうなの、びっくりするよね。ここら辺じゃん、イメージ。うん、あ、キーよくコース知ってる。ちゃんといいとこ出てます。ドチーピンからの、ドチーピンからのいいとこ、これが一番練習した緩むやつです。自分の59ヤードだから40ヤードキャリー、自分の40ヤード。あ、ちょっと30ヤードぐらいになっちゃった。30ヤードになっちゃった。テイクバックこんだけだったよね今。テイクだね、今のはテイクバックが上がんなかったです。ゴミスだね。はい、ふっ、気持ち切り替える。フェアウェイにあるし、お、スピンかけた。うまっ。はい、ナイス。ありがとう。今乾いた音したよ。うん、なんか今日全体的にアプローチが全部ショートしてたから、うん、もうちょっと大きめでいいんだと思って今ちょっと強めに打って、うん、すごいいい音した。もう入れるつもりで寄せていく感じがいいよね。うん、うん、なんか本当私片足の方がなんかこう、なんかやっぱ左に体重かけてる時ってことでしょ、うん、そうがすごくこう変なこうなんか動きしないよね、うん、いやうん、なんかイメージだけで打ったって感じ今。そのなんでこうあっちに行くんだろうって感じ。今目標も見てなかった。うん、それそんな感じ。ここにいっぱいいっぱいになっちゃう。今、え、もう打つのっていう感じで今打っちゃったって感じ。頑張って入れよう。うん。考えて。
どう？うん、いいと思う。ゆるんだな。ゆるんだ？うん。あー、ボギーが続いてる。打ち切ろう。寄せてワンパットのパー取った感じだった今。そうだよね。3つ目？ 3 つ目やばくない？リサちゃんのベスト更新しに来たわけじゃないんだけど。本当だよね、うん、頑張れば出ると思うんだけど、なんでだろう、なんでできなくなっちゃうの。メンタルだよね、やっぱね。一番はやっぱメンタルだと思う。この日にベストを持ってこないといけない、うん、自分の前の日でもない、うん、次の日でもない、この日、その日でしょ、うん、この4日間しかも1年でさ、その日だけじゃん、うん、私は今日プロテストでも何でもないけどさ、うん、パワープレイを出せるかテストなんてさ、うん、でも前々から28にやります、28にやりますってもうずっと言ってたもんね。言ってた。でも難しいね、持ってくるって、うん、88.5、変える勇気ね。ナイス。えまあ。何それ。変えてよかった。やっぱ顔変えよう。もうすごい。なんかもうさ、足で なんだろうね。なんかもうさ、なんか全体がもうピンにいきそうだもん。なんかこう無駄な動きが一個もない。解説入ります。イメージして、イメージ、はい、あれイメージしよう、うん、距離を行ってるね、うん、よし、ナイス、まあまあ、よしよし、うん、もうあれ見ちゃうと思うね、下手くそとか思っちゃう、めっちゃそうでもない、そうでもないって全然だよ、全然だよ。何その変えた勇気、変えた勇気からのあれ。なんかさ、さっきは80ヤードだったな、うん、80ヤードで52度で打って、うん、なんかちょっと手前に落ちて転がってって大きかったなって。さ今88ヤードだと思って、あ8ヤード足らないと思った、うんうん、8ヤード違ったと思って変えた。その8ヤードがちゃんと、でも大きいっちゃ大きいんだよね本当はね、うん、うまく短く持つとか、そうそう、短く持って軽めに打った、うん、おい、これもうちょっと左だった、右だった、うわ、入ってたね、入るあったね、入るあったね、下りのスライス、うん、イメージ、イメージで構えたら打つ。あ、気持ちよく打っちゃった。うん、決まった。やばい。
めん。なんかののなんか私の映っちゃった。うん、普通に引っ掛けた今。パーを取りに行ったファーストパットの打ち方はしてなかったけど、バーディー取りたから私はね、うん。取りに行って狙って入んなくて返し入んないのはちょっと残念。うん、クラブ振り抜くよね。超えてった。あの茶色より先ぐらいにある。こっちの方向で行った。うん。あのブロッコリーみたいな。うん。うわ、バナナっぽい。ちょっと大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。はい。69。でも奥はないから手前だよね。うん、奥はない。奥はほんと最悪。この部分しっかり58度で緩まない。うん、全然いいと思う。体重移動あんましなくていいからね。深くうなずいてみた。うん、降った。これぐらい逆にさ、ショートコースよりショートゲームの練習になるかな。なんか中途半端なさ。そうだよ、50とか40とかね。これも左足体重のまま振ってる？これ？うん。うん、そうだね。うん、左か、まあ、真ん中ぐらいかな。真ん中ぐらい。右に乗ることはない。ないね。それだよね。私本当左足に重りつけようかな。意味ないか。おお。いいんじゃない？あ、モーター。行ってモーター。だけど。悪い一点モーターではないと思う。どういうこと？どういうこと？ここに落ちてる。そうだよね。うん。おお、切れる。なんだ今のは。出だしから切れる。グリッと来たの。寄せる、うん、ナイスパー。ありがとう。今のパーはいい。そうだね。いいパー。ナイスリカバ。ナイスリカバ。同じぐらいの距離だ。押してる。押したー。あー、もう。うまい。うん。ヘッドを感じない。振り子が全くない。感じない。うん、そんな感じで。やっぱヘッドが全然出ない。うん。なんか、ちっちゃい。手で出さないと出ないって感じ。うん。うん、どんまい、どんまい。あー、すごい、ずっとボギー出てくる、温度。しかも全部音が響いたって。そうだね、パターンだね。もう17じゃん。ショート？ショート、ロングで終わりだ。ほんと。12時やで。何だったんだ今日朝から起きて。ごめんねみんな、朝から付き合わせて。
どうしたの？え、なんかちょっとなんか自分が申し訳ない気持ちになっちゃってる。本当それ。出直してきます。いいのよ。はい、そういう積み重ねだから。また付き合ってくれる？朝から。もちろん。朝から。もちろん。はい、ほぼ2ヶ月あんな状態。変えてからずっと？あの赤いグリップに変えて。うん、だから前のグリップでなんか変になってきて、うん、あ、ちょっとグリップでも変えてみようかなって言って変えて、うん、もっと変になってきて、うんうんうん、前の赤いグリップだっけ、オレンジ、オレンジだっけ、うん、あのバランスのが好きだった。うーん、なんか細くて、ね、うんうん、あの方がなんかこう、うん、下を感じる、うんうん、今はなんかどこが視点なのかって感じだよね、うん、どこが重心なのか分かんない、うん、それはあるの。いや、私パターは結構ね、心、うん、ちゃん武器だと思ってるから、ね、パターだけはなんかもう安易に変えたりとかしないで、そのままあのグリップで貫き通してやっても全然いいと思う、うん、はい、パターほんと昔から超うまいから、とりあえずなんかもう2ヶ月でね、あれって感じで、うん、私今のパターも23からずっと、すごい、10年じゃないけど9年、22とか20歳の時は2ボール使った。へえ。10代の時、高校3年生とか18、19の時は2ボール、オデスの2ボール使ってて、で23ぐらいからあのパターずっと、長いね。長いで、あのパターが本当に良すぎて、全く同じバランスで全く同じネックの角度のクローンパターもう一本家にある。持ってんの、うん、使ってないの。もうなんか盗難とかでなくなった時のために。さっきのショートホールの3パットを繰り返したい。はい、絶対に。早かったね。早かった、めっちゃ。でも乗ってるよね。うん、乗った。すっごいとこに。うん、ナイスタッチ。先入れちゃいます。いいよ、全然平気。入れたい。な、誰の企画になったの？誰の企画になったんだ。ああ、アホ。一回か。一回だわ。ミス。ナイスじゃないけど、ナイスパ。なんか手元がキモい。手元がキモい。手元がキモいよ。あの、なんか残ってる感じ。そう。で、こういうのをこの放送を見て直すから、うん、ああ何が起きてたんだっていうのね。そうそうそう。私も身をロボットになった時何が起きてたか、まあ、すぐ分かるけど、私の場合分かんない。誰が見ても様子が変だろう。最終ホールです。はい、結構な池越えがありますか。ナイスショー。なんか今日一みたいな雰囲気出てたけど、うん、あ、これ見えるかも。そんな感じで振ってみた。
よくわかったね。そんな感じで振ってみた。そうだよね。ほんとよくわかんないな、リサちゃんのことは。高さもさ、高すぎなくてさ、ページに乗ってた。そういう目的で打ったもん。曲がり強いけど、曲がり強いね。まあ落ち場所は良しとしよう。こう打ってからこう打ってる感じ。うん、やっぱちょっとこう離れて見えちゃうな、うん、ね、遠いね、うん、確かに。だからやっぱこういう感じだよね、うん。私は4オーバーぐらいです。ノーバーディーなんで。そうね。ちょっと打ってしまっているね。はい。だいぶ、あと10個ぐらい多いです。10個ぐらい多いです。10個って。10個はきついな。この間さ、こういうロケーションあってさ、うん、そういう時にさ、こういう時ってさ、うん、どういう時？なんかもう全然会話にならないよね今の。バーディー出たらへこむじゃん、うん、でもさダボ出たらめっちゃ増えるじゃん、うん、っていう時にどうしても、うんうん、昔は狙ってたの、うん、これはどっちが正しいんですか？狙うかやめるか、うん、気持ち次第だな。いけると思ったら多分そのクラブを手にするだろうし、いけないって思って悩んだ瞬間、そのクラブを手に取ったとしても、うん、絶対ミスするし。今いけるって言ったじゃん、うん、もう池に入るの風に聞こえるからね。病気、病気でしょ。いけるみたいな。もうなんかもうそわそわしちゃってるじゃん。いける？これはここさ、ここの距離だったらさ、まあ心ちゃんは完全に右レイアップだと思う。はい。なおかつ自分の得意な距離を残せるんだったらそうした方がいい。100がいいんだったら100だ、ね、171でバンカー入ってそこが100だから、まあ、9番で打っとけば80、うん、以上は残る。もう本当にやだ。もうやだよ。どうしたの？でもなんか別にイメージ悪くなかったんだけどな。体重移動した、うん、そんなことない。そんな感じするよね、すごく、うん、でもイメージ全然なくて、なんでって感じ。だからこういう、なんかもうほんとさ、そのレイアップぐらいだったら練習場で打ってる感覚で私はよく打つ。練習球ぐらいな感じで打って181？ そんなもんかな。そんなもん。あ、そう、うん、そんなもんかな。すごいもっとあるように見えちゃうんだけど。なんか曲がりが早かった。パーで終わりたいよね、できれば最低、うん、せめてこの上だよね。上、松の木ぐらい。左の茶色い木じゃなくて、うんうん、松の木ぐらい狙ってって全然高さは出てくと思う。思いっきり入ってる。入ってるね、うん、やめよっか。どう？いけそう？無理そう？じゃあもうレイアップしよう。うん、ちょっと待って。あ、大丈夫だ。よかった。なんかすごい飛んでて、なんかすごい飛んでたに見えた。さあ、マジで超イーグルトライなんだけど。乗ってるの？乗ってるよ。出るかも。これ出ちゃうかもしんない。どうしよう。よかった。スプーン持ったのさっき。
オーバーウッドでもよかったんだけど、うん、なんとなくなんか遠く感じて、そう、大きめにスプーン持って正解だった。え、ね、しかもぴったりよ、距離ぴったりよ。32歩だけど56持ったから、ずっと上りだから突っ込んでいいと思うよ。はい、32歩分、うん、そんな高さはいらないよ。うん、左体重にね。はい、恥ずかしい。顔がみん、顔がいっぱいあったね今ね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりました。はい。いかがでしたか。結果発表したいと思います。アウト42、イン40、82。はい。10打多かった。10打多かった。いやでもなんかね。うん、こんなに緊張するとは思わなかった。私も思わなかった。目死んでるけど大丈夫。いやちょっと今朝の自分思い出した、うん、私もこんなに緊張するとは思わなかったから、うん、最初の4ホールで本当にあ、これこのままいったらやばいなってちょっと思っちゃった、うんうん、でもこれが試合中とかのコールちゃんでございますね。はい、そう、これなる、うん、なんかもう飛ばないし、うん、なんかカチカチだし、うん、何持ってるのか分かんない自分が、うん、これ何みたいな、でここどこって聞いたもんね。ここどこ何しに来たんだっけみたいな。まあまあ3ホールぐらい終わって、うん、落ち着こうってなって、うんうんうん、みたいなのがあったんで、うん、自分の悪いところいっぱい出てすごくこう、うん、後でちゃんと見返そうと思う、うんうん、いや本当記録としてね、うん、結構なんか叩いても今みたいなダメ感って、うん、あんま出ないって。そうだね、そうだね、うん、もう本当結構なボンミスが今日は見られたね、はい、でリサちゃんはあの4ホールないんですけど、そう4ホールはちょっとコーチしてた、アンダーですね、完全なる、はい、3つバーディーは3つ4つかな、ちょっともう一回見てみよう動画、うん、はい、はい、なんですが、何ですかね、何をやりにしたんだかっていう逆になってしまったような結果なんですが、はい、まあでもめげずに年内あと2回ぐらいは、うん、まあ、他のコースになりますが回る機会あるんで、そこでね、はい、三枝心のパワープレーをね、まあ全部はそれは取らないと思うんですけど、うん、ただ一生懸命やりたいと思います。今日はたくさん皆さんコメント欄が荒れることを承知していますが、心に傷がつくのであんまり辛いことは書かないでください。優しくしてね、 そう、あとで 見返さなきゃいけないんで、見返すときにコメント欄がぶわー荒れてると多分途中でプチみたいな、ちょっともう見るの辛いからやめようかなってなっちゃうから、優しめでお願いします。まあ、アドバイスとかはもちろん受け付けてますんで、そこは厳しく、アドバイスは厳しく書いてもらえると嬉しいです。はい、どうしたらいい私。そうだね、まあ、本当にメンタルだなって、もろメンタルだなって本当に思った。今日まじまじと思ったよね、うん、なんかショットはまあ最高潮にいいかって言ったらまあそうでもないから、うんうん、その中でも
まあ、頑張ってたと思うし、うん、それあんまり最高潮じゃない上に弱いメンタルが来ちゃって、うん、ガチャガチャになっちゃったって感じ、うんね、だから数をこなすはいっていう感じですかね、はい、もう年内までしかやんないっていうのがあるんで、ね、そうそうそう芝も薄くなるんで、うんうんうん、あとはもうプレッシャーなくやりたいなと思ってるので年内は頑張ってパープレ目指します、はいはい、頑張ってくださいありがとうございましたお力になれずいやいやめっちゃなってた途中私の分全部取り返してくれるんじゃないかと思っていろいろあったね、うん、あのスコア交換しようとか顔入れ替えようとかなんかいろいろ案はあったんだけどいろいろあったんだけどちょっとおかしくなんかやめようってそうだね、はい、じゃあ皆さん、はい、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。